はい。島崎です。こんにちは。いつも見てくれてありがとうございます。えっと、障害者、精神障害の方のあの、手帳が発行されたというお知らせが来ましたので、今日今から受け取りに行って、で、千葉県柏ウーにそのまま今日はライブ行ってきます。うん。えっと、なんかそれを受け取る前に、これ、あの、自分に 改めて言っておきたいなと思ってこれを撮っています。あのお父さんが一級の障害者だったので、えっと、障害者というものにはそれなりの何て言うか思いがあるし思い込みもあるし <laughs> で体験として体にいろんな記憶があるんですけど。 あのー、なんかその身近な体験者としてのあれと気持ちとで自分が当事者になってみての気持ちと合わせて思うのはあのー。 こういう話すると何級ですかとか、病名は何なんですかっていう会話になることがあるんですが、えっと、私は、あの、こういう、あの、私はあくまでも音楽で、あの、心の通った世界を作り続けたいっていうのが一番にあってほしくて、 あんまりそれ以外の、えっと、シールを <laughs>、貼りたくないんですね、自分に。シール貼りたくないっていうのは、ちょっと言い方が文化的文化的すぎますよね。もっと、直接的に言うと、病名が私ではないので、病気が私でもないし、それは、 あくまでも今の状態を表す一つのアイテムのようなものであってそれも全部私の音楽で心が通った世界を作るために今必要であると <laughs> そのためにそこにこう 向き合うというか、それを使って、それを入り口にして <laughs>、自分の生き方をあの観察していくっていうかな。愛していくというかな。なんかそのためのものとして、あの、捉えたいなというふうに思ってるんです。 結構やっぱり、インパクトあるからな。私にとって、障害者手帳っていうのは。だから、なんか、その、そこに自分を当てていかないように、当て込んでいかないように、したいなって、改めて、思っています。はい。 以上でした。いつも見てくれてありがとうございます。では、では、行ってきます。